皆さん、こんばんはんずー。はい、こんばんはんず。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。最初から、スペシャルゲストの登場と行かせていただきます。エイスースジャパンの海野さんとピーターさんに来ていただいてまーす、はい。ありがとうございまーす。本日はどうぞよろしくお願いしまーす。はい、よろしくお願いしまーす。はい。そして私が MC の常でございます。最後までよろしくお願いいたします。お久しぶり。お久しぶりでございます。久しぶりですね。はい。半年ぶりぐらいですかね、こうやって画面、ね、一緒の画面に収まるというのは。それもちょっと言い過ぎかもね。はい。はい。ということで、今日は、エイスースジャパンのゲームに関してお伺いしていくんですが、まずは、このワンズチャンネルとは、どういった番組かというのをご紹介させていただきます。では、お願いします。はい。ワンズチャンネルとは、大阪の日本橋に店舗を構えております、PC パーツショップ、PC ワンズの公式ユーストリーム生放送番組でございます。毎週木曜日の9時から放送しております。今話題の旬なパーツやおすすめ商品、その他各メーカー様の協力によりまして、ユーストリームの MC たちが実際にパーツを使用し、紹介するという番組でございます。そして、アクセスマップはこちら、大阪日本橋ど真ん中、店舗の外観はこんな感じでございます。所狭しといろいろな商品を取り揃えてございます。そして、場所はこの辺ですね。南海難波駅。はい。日本橋4丁目交差点、北に歩いて30秒のところに店舗を構えてございます。ぜひ大阪観光のついでに、おいでください。観光ですか？はい。もう観光スポットの一つですからね。はい。そして、ワンズの最新情報はここからゲットということで、PC ワンズオンラインショップ、Twitter、Facebook、アメーバブログ、LINE などなど、情報発信たくさんしておりますので、こちらもぜひご覧ください。そして、ワンズといえばこれ、お客様にパーツを選んでいただきまして、本店で組み立てをさせていただきます。フルカスタマイズ PC。部品代金プラス1万1000円でパソコン組み立ていたします。こちらの方、ぜひお任せください。そして、そちらで組み上がったパーツを自慢していただく企画、オレフル。こちらの方、パソコンの方、ご紹介いただきまして、自慢していただきますと、1000円分のクオカードをプレゼントさせていただいております。こちらの方、ぜひぜひご応募ください。はい。ということで、改めまして、はい、こんにちはんず、こんばんはんず。はい、改めまして、エイスースジャパンの海野さんと、ピーターさんでございます、はい。はい。で、ちょっと簡単にだけ、自己紹介とエイスースさんの情報、紹介の方お願いいたします。びっくりした、打ち合わせにないやん。はい。はい、私、エイスースの海野と申します。私はエイスースの、まあ、大阪の事務所の人間でございまして、セールスっていうのが一番わかりやすいんですからね、こういう形で PC ワンズさんだとかに、私どもが売り込みたい製品っていうのを、展開していただいて、で、一緒に、皆さんの手元に届けるようにどうしたら一番魅力的に見せれるかっていうのを、一生懸命頑張っている人間でございます。今後ともよろしくお願いします。はい、いつもお世話になっております。ありがとうございます。そして、ピーターさん、はい、お願いします。私、同じくエイスースジャパンの、ピーターです。で、私は、基本東京で、東京オフィスで働いている、VGA とマルチメディアの PM を、務めている、います。で、その、業務内容なんですけれども、まあ、本社からいろいろ製品が出ておりますけれども、日本の皆様に、適した定位製品を、導入するのは、主に私の仕事になります。はい。いうところですね。はい。どうもありがとうございます。はい、それでは、今日はグラフィック。はい、つまり、最新ゲームですね。最近、パソコンゲームが熱いですからね。うん、熱いです。はい、うん。はい。そちらの方に適したエイスースさんの製品に関してご紹介いただこうと思います。今日の企画はこちらでーす。ダダン。エイスースが 3way SLI 見せてくれるって、エイスース最新ゲーム用おすすめグラボ紹介はい。ということでですね、今回この企画でございますが、まずは、ピーターさんの方から。はい。はい。ストリックスですね。そちらのシリーズに関してお伝えいただくということで。はい。ファイルをいじいじしまーす。海野さん、太ったねって。はい。では、行きましょう。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。はい。今日の、こちらのテーマですね。エイスースビデオカードをその凄さ知っていましたかということで。はい。いくつか紹介していきます、はい。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、まずにですね。はい。まあ、どこがすごいのかということで、ワンズさんで、はい。2015年1月から4月まで、最も売れている BGA はなんと、はい。我々が出している GTX750Ti PH2GT5 ですね。こちらの
グラフィックスカードになります。アイスさんおめでとうございます。ありがとうございます、いつも。はい。で、こちらご覧の通り、はい、全体の中でも 7% を注意しています。はい。はい、大きいですね。そして次行きましょう。次ですね。はい。で、次は、実はワンズさんの中でも、最も売れている BGA ベンダーで言ったら、実は同じくエイスースになります。おめでとうございます。48%です。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございますって言った方がいいかなと。ということで。まあ、いつも皆さんのご愛顧ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、引き続き、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい。で、さらに、じゃあ、どこがなのかっていうことで、次のページなんですけれども、はい、第三者機関の BCN ですね。はい。こちら、今年3月、ついに、シェアナンバーワンになりましたと。ということで、まあ、こちらは本当に皆さんのおかげで、皆さんのご指示のおかげでこのシェアが取れたということで、こちら、ここでお礼を申し上げたいなと思います。おめでとうございまーす。はい。でも、こちら、はい、ね、BCN は 22% ですけど、はい、うちは 47% です。そうですね。ほぼ半分ですね。はい。PC ONEs のこう、エイスースへの入れ込み用が伝わってくる。いや、本当にありがとうございます。そして、海野さんの、その、ワンズへの入れ込みが。愛ですね。愛ですね。はい。伝わってきますね。あざっす。ありがとうございます。こちらこそ。はい。はい。では次行きましょう。はい。はい。では、まあ、いろいろ、すごいのを言ってきましたんですけども、実はストリックスも、まあ、いつも通りすごいです。ということで、次のページですね。はい。はい。いつも話しているダイレクト CU2、こちら、はい、ダイレクト CU2 積んでいるストリックスなんですけれども、はい、同性のパイプで、より冷え、冷却性を上げて、そして、さあ、こちらのですね、下のヒートシンクの範囲もより広くして、はい、より冷却率を上げたものになります。はい。はい。そして、スーパーアロイパワー、こちらも、搭載、まあ、全部のグラフィックスカードには搭載してあるんですけれども、はい、こちらはやはり、超寿命、そして、高耐久性、高威力な気を抑えたものを主にやってきましたので、はい、こちらも一つの凄さです。そうですね、チップ関係も違うんです。手を抜かないと。はい。そして、はい。そして、この細かなところですね、はい。バックパネルとか電源のところで、LED をついてたりして、はい、このように新設仕様になっているのも一つの凄さではないかなと。ね、この電気を本当に僕は助けられたことがあります。はい、あるんですか、はい、で、補助電源のところに LED ライトがついてる。そうですね。はい、正しく刺せば、白 LED が点灯します、はい。もう本当に問題があって、つかなかったことがあって、助かったことがあります。はいはい、今日僕それハマりました。おはい、ここでセットアップしてて、あおおおおおあってよかった。あってよかった。LED ランプ、ね、はい。はい。そして次。次ですね。はい、やはりストリックスといえばこちらゼロデシベルファンですね。はい。まあ、セミファンレス、我々が最初に出した、こちらのダイレクト CU込みでの、はい、ファンが止まるやつです。で、はい、ライトゲームの時は負荷が低い時はファンが止まって、で負荷が高いものですとファンがこちらファンが、動くような仕様になっています。そうですね。2D のゲームの時はファンが止まっていると。そうですね。で、3D ですと、まあはい、ファンが回転します。なるほど。いうものですね。はい。はい、でも、まあ、最近は他社さんもファンが止まってきまし、止めてきましたと。いやいやいや、これは、これはもうね、先走って。先、まあ、先走るって言います。違うですよね。先駆者で言います。そうですね、先駆者。それが言いたかったんですよ。先走っちゃダメですよ。はい。はい。そして。でもしかし、止めたくないユーザーも実はいらっしゃるんではないかと。そうです。僕止めたくない派です。ですよね。はい。ちょっとゆっくり回してたい派です、まあ。そうですね。で、我々もやはりゼロデシベルファンの時もそういう。声がね、いっぱい、ね。声がいっぱいありました。うん、はい。ということで、はい。はい。次のページですと、そんなお悩みでしたら、ストリックスなら解決してくれるということの凄さですね。一つ。何かあるわけですね。はい、こちら、次のページ。はいですと、こちら低負荷時でもファンを回してみようということで、やり方があるんです、ね、やり方があります。まず、こちら、エイスさんの GPU ツイークですね。GPU ツイーク。こちらをインストールしていただければ、はい、この、小規模台はですと、このゼロデシベルということで、はい、低負荷でファンが止まっているということで、ファンのスピードが 0% っていう表示ですね。はい、で、この右側のですね、こちらの一番左下のボタン。真ん中のボタンですね。この設定ボタンをクリックしていただいて、はい、でスクロックしていただくと、そのファンスピードのところで設定画面がそのちょい上。はい。撮ったかな？皆さん、申し訳ございません。改めまして、こんばんは。改めまして。はい、申し訳ございません。ちょっと最近、また、アンテナの調子が悪いみたいで、ちょっとチェックはいろいろさせていただいてるんですけども、今日も、申し訳ございません。状態が悪い。状態が続いてるみたいですので、ちょっとこれから先もこのようなことがあるかもしれませんが、ご了承いただけるようにお願いいたします。大変申し訳ございません。では、
番組の方続けさせていただこうと思います。はい。はい、で、はい、ゼロデシベルファンを、ファンを回しましょうということで。回し続けましょうということで。こちら、そうですね。はい、設定のところで、で、次に、こちら左下のボタンをクリックして、で、はい、その、スクロールしていただくと、ファンのスピードのところに行けるので、その一番右側にある、こちらボタンを、はい、クリックしていただければ、次の画面になります。はい。はい、次ですね。はい、失礼します。はい。はい。次です。こちらの設定画面になりまして、左側の設定画面なんですけれども、はいはい、こちら初期設定ですね。はい、52度まで、こちらファンを回さないように、設定はされています。こちらデフォルト設定です。はい、はい。これをいじりましょうということで、はい、右側ですね。これをドラッグしていただくと、はい、ビーっていう一番左側に持っていけます。はい。なんで0度から、27%。こちらの最低限は 27% なので、こちら変えられないんですけれども、はい、このように設定していただいて、で、アップライしていただくと、次の画面になります。はい、こちらですね。例えば一番最初に29度でも、はい、ファンは46% 回るような設定になります。はい、こちらファン、GPU は29度なんですけれど、ファンは回っていると。はい、なるほど。ということで、止まらないような設定にはできます。はい。これはいい設定ですね。そうですね。こちら、はい、常さんみたいにこう、ファンを回したい人。そうですね。ならこれを設定していただければ、ゼロで一番、はい、今ゼロでシベルファンを無効化することができる、ね。そうですね。我々みたいに、いい PC ケースを使っていると、はい、まあ、そこそこの回転じゃまた聞こえませんからね。ね、またまた。まあ、なので、他のところですと、多分電圧下がれば、はい、自動的に止まっちゃいますので、我々ですと、まあ、このように。回すような設定もできるような、はい、一つのすごいところでもあります。はい。はい、ありがとうございます。はい。では、で、まあストレイクスはまあこのように強制停止ではなく、はい、ファンを回らないと心配なお方でもファンを回らない続けられるようなハイブリッド仕様です。便利ですね。はい。これはまあ、はい、次のページですと、はい、まあ ASUS はこのように、お客様の声を取り入れて。より満足していただける製品を作り続けていきますので、これからも皆さんのご要望があれば教えていただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。これ私からも、はい、補足入れさせていただくんですけれども、はい、結構我々ゼロデシベルファンっていうのを世の中に送り出したときに、はい、すごくそれ反響いただいたんですけれども、そうですね。はい。うん、それと同時にやっぱり心配だっていう声も ね、大きかったっていうところを我々、はい必ず聞いてました。はい。はい。で、ね、なんとかできないかっていうところを、本社の方ずっと話はしてた結果、はい、あ、こういう対策、まあ、先ほどにチャットの方見てたんですけども、はい、マザーボードの、ファンエキスパートっていう機能、はい、昔から我々作ってた機能なんで、それをビデオカードに取り入れたっていう、まあ、発想ですよね。はい。ですので、いろんな方のニーズにお答えすることができたっていうことで、はい、ちょっと改めて、ピートン頑張ったなっていうところを、僕、社内で話させていただきます。いや、本当にもう声が届いてるっていうのは本当にありがたいことですね。はい。はい。ということで、これが、はい、そうですね、私のところは以上ですけれども。はい。じゃあ、ピーターさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、次に、行きまーす。はい、はい、はい、はい。これですかね。ね、はい。あ、はい、そうですね。はい。はい。で、ストリックスの、はい、まあ、機能の再説明と、はい、回すこともできるんですよっていうところをピーターの方から説明させていただきましたが、はい、ちょっとこれから私の方で、最新のビデオカードの売れ筋の動画をちょっと、はい、お話しさせていただこうかなと思います。はい。はい。はい。まあ、直近3週間、先週、先々週、その、はい、まあ、BCN 全体でのビデオカードの売れ行きの推移です。はい。3週間前が3500枚っていうところで、はい、その2週間前4300枚、急に増えてますよね、ここ。はい、増えてますね。はい、で、先週ちょっと小康状態には入りましたけど、はい、3週間前と比べてもやっぱり大きな数字を叩き出しているっていう状態です。はい。で、次のスライド行ってもらっていいですか。はい。はい、で、右側に新しいグラフが出てきましたが、はい。じゃあ、特に増えた、レンジがこのあたりなんです。GTX 980、970、960、750Ti、押しなべてマックスウェルですよね。はい、ハイエンドですね、はい。ミドルハイからハイエンドの数字がぐんと伸びました。はい。はい。じゃあ何なんだろうなって私も考えましたが、まあ皆さんもお察しだと思いますが、はい。はい。はい。
たびたび申し訳ございません。こんばんはんず。こんばんはんず。今、映ってますでしょうか？ちょっと皆さんのチャットを見させていただきます。本当に申し訳ございません。ちょっと今日は本当に調子が悪いみたいです。申し訳ございません。はい。なんか、申し訳ございません。なんか。はい。申し訳ございません。改めて申し訳ございません。では、どうでしょうね。チャットの方は。どうなんでしょうね。はい。うん。だいぶついた。うん。ああ、動いた、動いた。動いたんですね、あ、動きましたか。うん。はい、チャットの方を、が動いたところらへんで、はい、続きに入らせていただきます。はい。はい、申し訳ありません。まあ、行きましょう。はい。はい。はい、大丈夫ですかね、はい。はい。続きに入らせていただきます。はい。申し訳ありません。はい。はい。では、まあ、はい、急にビデオカードが売れ出したよっていうところで話して、それが一体何なんだろうというところからですよね。はい。はい、で、FF の新ベンチマークすごいですねっていうところで調子乗って喋ってたらパサッといっちゃったんですが、はい。まあ、いろいろあると思うんですが、次行きましょう。はい。はい。はい。改めまして、こんばんは。本日3回目の登場。はい。申し訳ございません、たびたび。はい、はい。この流れも、慣れてきたかと思いますので、放送の方、続けさせていただきたいと思います。はい。では、はい、海野さん、お願いいたします。はい、そうですね。はい。まあ、ハイエンドの、ビデオカードが売れ始めたっていうところで、グランセフトオートがなかろうかっていう話の続きですね。はい。はい。で、このグランセフトオート5なんですけど、はい、ロックスターさんが推奨している、スペックがあれなんです。はい、じゃあ、次行ってください。こちらですね。ロックスターさんが公式で推奨しているのが、OS64 ビット Core i5、もしくは FX8350 以上、メモリは 8GB 以上。で、ここですね。CPU、GTX660 もしくは Radeon HD7870 以上、グラフィックスメモリーの容量は 2GB 以上。はい。っていうところで、2GB 以上、まあ、ワンチャンネルをね、ご覧いただいてる方が大したことねえじゃんって思われるかもしれないですが、実はですね、はい、これ、大事なことがありまして、2013年、一番売れたビデオカードって何かご存知ですか、はい、まさに GTX660 だとか。惜しい。はい。はい。何ですか？GTX650E。おー。はい。あれってビデオメモリー。はい。1ギガですよね。そうですね。はい。はい。で、それを持ってる方が世の中いっぱいいるんですよ。そうですね。はい。その方々が、グランセフトオート遊べない。そうですね。綺麗に遊べない。そう。もし遊ぼうとすると、人の顔はのっぺりした感じで。そうなんですよ。始まるわけですね。そういうところも相まみえて、はい、今回、急に売れ出したのかなーって思ってる次第だったりするんですね。はい。はい。では、で、じゃあ次行ってみましょう。はい。はい。そうですね。はい。で、まあ、グランセフトオート5なんですけれども、はい、実は PC 版でね、出る詐欺。はい。はい。ずーっと発売延期っていう形でね、皆さんやきもくされた方も多いんじゃないかなって思うんですが、はい、やっぱりね、推奨スペックが高いだけあって、はい、すごいものが出来上がってきました。そうですね。じゃあ次行ってみましょう。はい。はい。はい、ただですね、こちらのゲーム、はい、一つ注意点がありまして、はい、はい、コンシューマーゲーム版はね、はい、ここまでじゃないんですけれども、PC ゲーム版は、すべて、全米仕様、という形になっておりますので、なので、はい、まあ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 、描写が、過激であると、はい、いうことですね。はい。で、目を覆うようなね、はい、ことも、可能になっちゃうっていう形なんで、はい、まあ一応立場上、申し上げておきますと、はい、こちらから先の、映像だとか、はい、は、18歳未満の方にふさわしくない、はいはい、コンテンツが含まれる可能性がございますので、はい、18歳未満の方はそーっとご退出いただければなと。私からのお願いでございます。はい、で、はい、ね、前振りしようで大した画像は用意してないです、はい、正直に、まあ。PC ワンズは健全な。健全な。はい。はい。じゃあ次行ってみましょう。
はい。グランセフトオート5 PC 版なんですけれども、はい、すごく綺麗な、グラフィックですね、はい。で、本当に細かい草木だとか、雲の流れ、あと小石のね、はい、一つ一つの動き一つとっても、はい、すごく細かく、描写されてます。それがすべて 60fps で動くっていう、本当驚異的なグラフィックを再現しております。はい。はい、次行きましょう。はい。はい。ただですね、この、ただでさえすごいグランセフトオート5 PC 版。はい。やっぱり遊ぶ以上は、最大限に満喫したいですよね。そうですよね。ぬるぬる。ぬるぬる。綺麗で。ぬるぬるとね。はい。で、そこで、エイスースさん、いろいろと、試してみました。どういう遊び方がベストなのか。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい。はい。第1章。せっかく方形対応のゲームなんだから。はい。ということで、はい、今回 GTX980 を 3way。おぉ!お!と、980のシングル。ちょっと、スコア比較を取ってみました。はい。はいはい。で、実際、後でね、お見せしたいと思うんですけれども、先にご説明の方をさせていただきます。はい。はい。次で。はい。はい。設定は以下ということでですね。で、フル HD で、まあ、ほとんど最条件で、最高設定。特にこの解像ですね、3840×2160、4K2K というんですね。そして、リフレッシュレートは 60Hz。こちらの方はディスプレイポートじゃないと実現できないリフレッシュレートでございますね。はい。はい、で、こちらのフル設定。ほぼ最高設定で。はいはい。このような感じでなっております。ですね。はい。はい。で、はい、次行きますか。はい、次行きましょう。はい、で、GTX980 が 3way。はい、3way、3台並んでおります。はい、はい、次行ってみましょう。はい。はい。はい、こちら、まあ、山頂部から、街を見下ろす描写です。はい、これね、動いてないんで分かりにくいんですけれども、奥の方、ビルの影とかに車が走ったりとかするんですね。はい、そうなんですね。そういう車とかも実は 60fps で描写されてたりだとか、あと足元の草木とかっていうのもなびいてるんですよ、はい、風で、うん。それもすごく綺麗に動いていたり。で、はい、今、つねくんがフォーカスしてますけれども、こちらですね。はい。57fps。っていう結果が出ています。じゃあ、トントンと行きましょう。次行きましょう。はい。はい、こちら、夜の表現で、次左上。60で、はい。あ、ってください。60ですね。60fps で。はい。で、もう一回、時間と、はい、こちら、ね、明かりも綺麗に映ってます。はい。そして、はい。夕焼けですね。はい、夕焼けのシーンでも同じく左上見てください。はい。はい、60fps が確保されています。4K で 60fps。はい、最新のゲームですよ。はい。ただ、これね、はい、この数字だけ見たら普通なんじゃないのって感じるかもしれないんで、はい、じゃあ、ね、はい、3K、はい、ごめんなさい、3way の凄さっていうのが、はい、次のデータ見たら分かっていただけると思うんですけども、はい、次行ってください。はい、はい。あ、もう一回進んでください。はい。はい、次、じゃあ GTX980 のシングルで、はい、測ってみました。じゃあ、はい。はい、あれなんか、数字が。29。はい。はい。次の。ページ。はい、次のページ行きましょう。はい。27。はい、次。あれ夕方は ?32。32。なんか半分ぐらいになっちゃいましたね。半分ぐらいになっちゃいましたね。はい。あれだけすごい性能を誇った980が、はい。はい、4K で。4K にするだけで。で設定が最高設定にすると、はい。ここまで。はい。はい。つまり 4K で快適にプレイしようとすると、980が3枚いるってことになりますね。なっちゃいますね。はい。はい、でもそれぐらい、綺麗な細かい描写がされてるゲームであるっていうことは間違いないですね。はい。はい。はい、では。次行ってください。はい。はい。まあ、そうですね。これまとめですけれども。はい。はい、じゃあ、ここで、今回これが見たいっていう方ね、いっぱいお待たせしてると思うんですけれども。はい。まあ、今回、実際に、GTX980 3枚挿したマシンをこちらにお持ちしまして、でも回す準備をしております。そのスペックなんですけれども。はい、簡単に、ランページ5エクストリーム、CPU は i7 の 5960X。最高ですね。はい。ビデオカードは、GTX980DC2OC4GD5 を3枚。はい。はい。まあ、メモリと SSD、つらつらつらと、はい。じゃあ次行きましょう。はい。はい、その前に、はい。動画を映しましょうね。はい。はい。では行きましょう。じゃん。はい。ASUS さんの 4K モニターに今、表示中でございます。そしてここに SLI-X3 書いてます。そしてベンチマーク動いてます。めちゃ綺麗でーす。やばいですね。やばいですね。はい。はい。今 4K で出てます。下の方見えると思いますけども、60fps 出てます。ぴったりと。ぴったりと。はい。4K なので動いているところ、ちょっとぼやけちゃいましたが、すいません。すぐ直ると思います。
このような形 で 4K 綺麗なんでズームしても綺麗です。ものすごいズームしてますこれ今。綺麗です。綺麗ですね。はい。うん、ということで、4K3WaySLI。有効ですね。有効ですね。で、はい、安定して60前後っていう言い方になりますけど、だいたい67から60の間ぐらいを常にキープしてるんで、はい。正直すごいです。正直すごいですね。はい。はい、最新ゲームが 4K です。はい。はい。ちょっと考えられないですね。ちょっと考えられないですね。はい。うちの社内でも、今までゲームに 4K って必要なのっていう話題があったんですね。はい。ただ、このデモを見た人間、はい、みんなが、ああ 4K ってゲームでいるんだってね、はい。4K 欲しいなと、はい。手のひらくるくる返してる人間がいっぱいいます。はい。なるほど。いや、出てますね、60。はい。やばい。これは綺麗です。うん、これ、実際見たいですよね。はい。はい。皆様にもちょっと実際の映像を見ていただきたいです、ね。見ていただきたい。どうしてもね、この、配信のね、はい。配信越しではこの綺麗さってわからないと思うんで、はい。じゃあ、そろそろつねくん、はい。いいでしょうか。これで。はい。はい。はい。じゃじゃん。やっぱりね、はい、このマシン実機見たいですよね。触ってみたいですよね。はい。ということで、やっぱり、店頭で皆さんに来ていただいて見ていただくのが一番かなということで、私本社と掛け合いましてご用意させていただきました。はい。5月2日の土曜日から、6日の水曜日、ゴールデンウィークの5連休の期間丸々ですね。はい。はい。こちら PC ワンズ の店頭にて、展示出させていただきますので、はい。ワンズの近郊にいらっしゃいます方、近郊でない方も、皆さん、お誘い合わせの上、ワンズに来ていただければなと思っている次第でございます。ぜひぜひお願いいたします。はい。はい、では。はい。では、続き。はい。はい。これもう設定は、次はもうフル HD の。フル HD に落ちますね。はい。はい。では、フル HD の方で、はい。まあ、プレイされる方。はい。はい。そうですね。お話になりますね、次は。まあ、4K って言いましても、4K モニターがね。そうですね。高いですからね。はい、高いですね。いいのわかるけど。はい、はい。値段も高いですし、置くとこもね、はい。32インチとか。うん、40インチとか。ですね。はい、まあ逆に今、皆さん手元にあるモニター、フル HD モニターっていうのは本当に非常に普及してるんで、はい、多いのかなと思いますので、じゃあこちらでどんなもんだっていうところをちょっとベンチ測ってきました。はい。はい。こちらも先ほどの設定と一緒で解像度だけ違うというような設定ですね。そうですね。はい。で、この設定の、FPS はどうなのかと言ったら、こちら、ちゃんと1枚でも57、うん、まあ60出ますよと。はい、これ、ちょっとつねくん、何のビデオカード使ってるかって。あ、ごめんなさい。GTX980 1枚。いや、970です、これ。あ、970、失礼しました。ごめんなさい。これ、見つけてましたね、はい。失礼しました。はい。うん。フレッチデー環境でっていう場合でしたら、980ちょっとオーバースペックかなっていうところがあるんで。はい、なるほど。はい。じゃあ、970で、はい、ベンチ測ってきましたということで、2枚スライド進めてください。はい。はい。で、それで、最高設定で、はい、解像度をフル HD に落としただけです、これ。はい。で、見たところ57。バッチリですね。はい、バッチリですね。まあもうフル HD でも綺麗ですから。はい。はい。で、その次が。はい。はい。夕焼けのシーンで60。なんだって。はい。昼間のシーンでも60。はい。キープできてますね。バッチリですね。はい。ですんで、4K じゃない方。はい、でしたら、970で最高設定で十分、はい、遊んでいただける。なるほど。はい。はい、これを十分楽しめるということで、はい、ことですね。はい、ぜひぜひお試しいただきたい。はい、ただ970もね、はい、ちょっとコストがかかってしまうんで、はい、はい、で皆さんね、今一番売れてるのが 750Ti っていうところもありつつ、はい、一番売れたのが先ほど 650E って僕言いましたけれども、はい、やっぱりそのあたりの価格帯のビデオカードやっぱり一番手を出しやすいんですよね。はい、はい、ということで、はい、今一番売れてるビデオカード、はい、はい、次行ってください。はい、こちらですね。ストリックス GTX960DC2OC 2G デゴ。はい。はい。そうですね。はい。こちら900番シリーズの中で今一番動きのいい、はい、ビデオカードになっております。はい。はい、で、設定はちょっと抑えめで、はい、ただ解像度はもちろんフルHD設定なんですけれども、はい、他の設定、超高とかじゃなくて、ほぼほぼ高の設定。はい、高ですね。はい。はい、で、その結果が、こちら、はい、60。はい。はい。ちょっと抑えれば、はい。ぬるぬるで楽しんでいただけると。そうですね。ぬるぬる感を、追求するのか、はい。綺麗なグラフィックを追求するのか、やっぱゲームなんで、はい。ぬるぬるを追求した方が僕はいいと思います。はい。はい。なんで、まあ、そちらの方は、ね、ご予算と、あと、価値観に応じて。そうですね。はい。やっていただければですけども、はい、やっぱぬるぬるがいいですよね。いいですね。はい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 。
てか、この主人公、やたら、なんか股間のあたりをさすってるんですけど、大丈夫なんですかね。僕そんな気にならなかった。ここから先は18歳。18歳ということで、はい。はい。ということで。ということで。しようか。では。じゃあ次行ってください。はい。はい。まぁ、あ、ちょっとよもやま話なんですけれども、はい、グランツ、はい、グランセフトオート5の設定なんですけど、ちょっと便利な機能が1個ありまして、はい、今丸で囲っているところ、ビデオメモリー、数字スラッシュ数字ってあるんですけれども、はい、ビデオメモリーどこまで、今の設定でどれだけ消費してるのかっていうのを、こうやってね、表してくれるんで、はい、これを見ながら、ギリギリを狙ったセッティングっていうのをご自身で追求することができるんで、はい、それほど専門的な詳しい知識がなくても、はい、ああじゃなかったらこうやってみようというのを、この画面見ながらね、やっていただいたら、今お持ちのビデオカードでベストなセッティングっていうのを作れるかなって思っております。そうですね。グランドセフトオート4からある機能で、メモリを見ながらできるっていうのは、このゲームぐらいでしたね。そうですね。はい。はい、というところですね。はい。はい。では。さては。はい、じゃあ、まとめ、強引ですけど、はい、PN4 とかね、家庭用のゲーム機って、だいたい 30fps 程度の。そうです ね, ね。これはヌルヌルではないってやつですね、はい。うん。で、表現って言われてるんですけど、やっぱりね、先ほどからお見せしている通り、はい、ミドルハイエンド以上の、はい、ビデオカードを積むと、やっぱりフルハイビジョン以上で、はい、はい。60fps で安定させることが実するっていうことをちょっとお見せできたと思います。はい、ですんで、まあ、そこから導き出される結論。はい、私の結論ですけれども、はい、やっぱりこのゲーム、GTA 5は、PC 版を楽しむべきではなかろうかと。ですね、はい。やっぱりこんなに綺麗にゲーム作られてるんですから、制作者のこう、作られたものすべてを味わいたいですよね。本当にね、すごい、はい、これは。それを味わえるのが、はい、GTX 980 3枚である、D1 枚であり、17枚である、ね、96枚であり、ね、はい。はい。というところでございました。はい。はい。まとめ、もう一回見ましょうか、うん。おさらいですね。はい。はい。で、今お見せさせていただきましたおさらいですが、3way、980の 3way の前、4K で、最高設定で 60fps が実現するのは、これだけです。はい。はい。その下、980ですと、はい、フル HD 最高で、60fps 安定します。もちろん、はい、その横も安定するのは当たり前ですね。で、その下970ですね。はい。最高設定とは言わない。ちょっと微調整が必要になりますけれども、はい、ほぼほぼ最高設定で、970は、フル HD で 60fps 安定します。はい。はい。で、960の場合は、はい、フル HD の設定をちょっと、工夫する必要があるんで、もう一個右のレンジに移しますね。はい。で、まあ、楽しみ方は人それぞれなんですけれども、はい、コストの部分をずっと見ていただきたいんですよ。980 3枚、なんとお値段 226,719円。はい。これ今日のワンズさん価格です。はい。ありがとうございます。はい。はい。それで980でしたら75,000円。これも少々値が張るかなっていうところで。そうですね。はい、PS4 が、うん、が、うん、ね、やっぱり、比較するのは一番下のプレ、はい、4が今だいたい46,000円前後で販売してるので、はい、やっぱりターゲットプライスってこれ前後になるのかなって私思ったところ、はい、ベストチョイスってこの下の2つかな、はい、プレ、4を、はい、を別に買おうかっていう予算をね、はい、お持ちの方でしたら迷わず970がいいのかなって思うんですが、でもやっぱりパソコンなんでビデオカードだけでは成立しないじゃないですか。はい。はい、CPU も必要ですし、マウスボードも必要、その他もろもろ必要になってくるんで、はい、そういうところも考えてやっぱりコストを抑えて極力楽しもうって思う中では、私の個人的なおすすめは960、はい、になりますね。なるほど。はい、ということで、最新ゲームを楽しむのであれば、GTX960 がおすすめということですね。はい。はい。という感じで、まだありましたっけ、はい、はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい。そして、それで、今、つらつらと、おすすめビデオカードっていうのを お話しさせていただきましたが、今、PC マンズさんの店頭の方で、ビデオカードの、販売キャンペーン、ゴールデンウィークキャンペーンっていうのを実施させていただいております。はい、上のビデオカードでしたら、最高で3000円、980ですか、これ。はい、はい、980ですね。GTX 980 3000円値引き、はい、あと970、960は、一律で2000円値引き、はい、このゴールデンウィークの期間だけ、はい、はい、実施いたしておりますので、ゴールデンウィーク、グランセフトオート5を楽しもうという方は、ぜひこれがチャンスですので、はい、バンズの店頭に来て、デモ機を見て、はい、グランセフトオート綺麗なって感じていただいて、
はい。それでご購入ご検討いただければと思っており次第でございます。はい、お願いいたします。はい、で、さらに、ビデオカードだけじゃなくてね、今、チャンスです。マザーボードの方も、ご購入キャンペーン実施いたしております。はい、Z97 チップセット、上のレンジでしたら最大4000円のキャッシュバック、H97 でしたら500円から700円のキャッシュバック実施いたしておりますので、はい、一式、グランセフトオート5のために一式をね、はい、構成組み直すっていうのも今でしたらお買い得になっておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。そして最後にこちらですね、イベント告知。はい、こちらでございます。NVIDIA エイススースー、テックウィンドですね。5月2日土曜日、一気に3つのセッションを開催ということで、PC トークセッションの中、NVIDIA テックウィンド、そしてセッションナンバー3エイススーさん来ていただきます。こちら、海野陽一氏にお話伺うということでですね、Windows 8.1 で楽しむ PC ゲームライフということで、こちらの方は、この 4K ゲームを直接見ていただけるというコーナーも、もちろん用意させていただいております。はい。はい。ですので、5月2日、PC ワンズ2回特設会場へ皆さん集合くださーい。よっ！はい。こちら、じゃんけん大会とありますが、こちらの方は一体、はい。ということで、PC トークセッション in PC マズに参加して、豪華景品をゲットということでですね、こちら、エイスースさんは、なんと、エイスースゲーミングキーボード、タクティックプロ&グランドセフトオート5がプレゼントされるということで、じゃんけん大会に買っていただくと、なんと、こちらの方がプレゼント。すごくないですか？はい。こちらの方はゲットしに、ぜひぜひご来店ください。ちょっとね、ロックスターさんからお金欲しいぐらい押してますよ、僕。はい。ということですね。5月2日、PC ワンズ2回特設会場にぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、最後になりますけれども、ちょっと 3way の実機をちょっとまだお見せしなかったですね。そういや、そうですね。はい。ということで、これが実機でございます。はい。こちらの方は、イベントの方でも使わせていただきますが、これが 3way SLI。ブリッジが赤く光る。かっこいいですね。これ全部動いてるんですよ。で、先ほどからちょっと 100% でぶん回ってたんですけれども、それほどうるさくないってびっくりしました。うん、僕とか、ちょっと4世代ぐらい前の、SLI とか、はい、試したことあるんですけど、ゴーゴー、もう台風のような音してたましたけど。離陸しそうな音しますね。そうですよね。それなんですけども、ストリックスはすごいなと、ちょっと思いました、先ほど。1200W ですね。実際ちょっとまだ実測してないですけども、結構いきそうですので 100% で使用中は。はい。ということで、実機。うん。ぜひ見に来てください。はい。真っ赤かでかっこいいですね。はい。暖房や。それは暖房や。ということで、これで、実際この 4K モニターで動いてるところです。真ん中はセイレンですね。はい。ということでした。以上でございます。はい。はい。ということで、グラフィックカードですね。最新パソコンゲーム、最新 PC ゲームにおすすめグラフィックカード、そして 4K モニターならこれという S3way SLI、画像の乱れもございましたが、以上でおしゃべりになります。申し訳ございませんでした。はい。はい、申し訳ございませんでした。すいません。いや、海野さん、そして、ピーターさん。はい。本日は、本当に、ありがとうございます。ありがとうございました、はい。では、このまま番組の方を続けさせていただきます。はい。では、逆に1200W で足りるのか足りてます。一応、計算上は、足りてます。余裕があるぐらいかなと僕は思いますね。うん、はい。じゃあ、こちらの方行きましょう。滑り込み製品紹介ということで、エイスースの海野さんとピーターさんを交えまして、はい、製品紹介の方を続けさせていただこうと思います。ではもう、ここ行きましょうか。はい。ではこちらの方は、おほほほ。最初から結構ぶっ飛んでますね。はい。アイブリッジ。アイブリッジ出ました。こちらの方は一体どのようなアイテムなんでしょう？これ要は iPhone とか、はい、iPad の容量を増やすための、はい、ライトニング端子がついた、まあ、ストレージデバイスですよね。はい。こんな感じですね。おー。形がね。
なるほど、なるほど。ですかね、これ U、U、J、J か。なんかあの、傘の取っ手みたいな感じですね。ここに、はい。iPhone とか iPad を挿して、要はこのストレージ部分が後ろに来てるんです、はい。はい、はい、はい。パソコンに挿してデータを入れて、はい。スポンって抜いて、それを iPhone に挿して即、データのやり取りができる。新しい。これは、あ、もちろん、IMF 対応。MFI。失礼しました。MFI 。はい。対応ということで、認可製品ですね。はい。要は、はい、他のメーカーさんでもいくつかあったんですが、はい、ライトニングの端子があって、その下にこうメモリが来るので、ありますね。iPhone の下にこう、ボーンってメモリが来ちゃうんですね。なんで折れたりしないか心配ですよね。これはだから、要は、これ、この形なので、手のこの、下側にメモリが来るので、はい、まあ、収まりがいいよと。なるほど。考えられてますね。はい。というものが入ってきております。いかがですか、ピーターさん。ごめんなさい、iPhone 持ってないんで。ああ。失礼いたしました。リーフってね。はい。なんかゲームメーカーみたいですけどね。こら、こら、こら今、18禁トークありじゃない違う、そうじゃない。違う、そうじゃない。はい。健全な番組です。監督。はい。で、はい、お値段の方が 32GB で、こちら、はい、9690円。はい。もうメモリの容量には変えられないですね、こういったお値段は。はい、特に iPhone、iPad はね、はい、普通の、いわゆるホスト機能というものがすごく制限されておりますので、はい、こういう MFI 認証の取ったメモリを使っていただくのが一番、安心かなと。そうですね。バージョンアップ、iOS のバージョンアップで使えなくなったりしたら困りますからね。で、次が、はい。あ、これいこう。はい。個人的にこれ面白い。お、じゃじゃん。お、サーマルテイク。はい。の、レベル10。の、あれ？レベル10。レベル10って僕のイメージだったら、ものすごくでかい、要塞みたいな PC ケースだと思うんですが。そうですね。常との大きさ比較。こんなもんです。なんか胸に収まるぐらいの。ミニ ITX も入らない。そうですよ。これ、もしかして PC ケースじゃない。PC ケースじゃない。ではない。何ケースなんですか？しかもリミテッドエディションですか？限定品ですね。これは実はですね。はい。ハードディスクケースです。おお。レベル10の。レベル、うん、はい。はぁ、あ。はい。レベル10といえば、まあ、超大型の BMW デザインの、BMW かっこアメリカデザインの超かっちょいいっていうね。はい。PC ケースの、うん、ブランドですけれども、それの、そのコンセプトに則ったハードディスクケース。はい。サーマルティ。そう。ここに書いてます。ミニチュア。ミニチュア。なるほど。レベル10ミニチュア。レベル10の横にぜひ置いていただきたい。そうそうそう。はい。なるほどね。で、これがですね、まあ、USB 3.0 接続の。SATA 3.0。ね、はい、はい。これですね、多分裏に書いてあるかな。お、闇の機能がありましてですね。お、まあ、いろいろこう、説明書いてるんですけど。はい、はい。ハードディスクに入りますよとか、2.5GB も入りますよとか書いてあるんですけど、はい、まあ、これですね、簡単に着脱できます。はい、EG なんとか。EG なんとか。なんとか。付属品。これですね、はい、これ。ヒドゥンコインスロット。これ上の部分の板がね、はい、オプションで変わりましたね、はい。ここにですね、なんとお金を入れる場所があるんです。お金を入れる。ヒドゥンっていうのはちょっと隠すって意味ですよね。貯金箱になる。うんえ？貯金箱としての機能がついてるんです。レベル10コインバンク。そう。で、で、はい、これ大事なんですけど、ええ、貯金箱として使うときは、はい、ハードディスクが入りません。最低やん。すごい。僕の信じられないあれなんですけどね、この、8450円の貯金箱。高級貯金箱。これを貯金箱として買おうという人はもう花から貯金する気がない。おっしゃる通り。その8450円別のものに使う。そうですね。いやでもこれめっちゃかっちょいですよ、絶対。はい。残念ながら僕もね、まだ中身のその実況見れてないんですけど、はい、絶対レベル10の名前を関する以上はかっこよくなくてはいけない。そうですね。まあそうですね。はい。うん、BMW アメリカのデザイン。これで格好悪いというのはちょっとありえない、ね。ありえない、うん。このレベル10の存在意義を問われてしまいます。すごく押しますね。驚きですよ、私は。格好良くて叱るべき。はい。レベル10ですからね。なんだって。あ、はい。あ、はい。そうですね。はい。
サーマルテイクのレベル10ミニチュア。はい。ハードディスクケースでございます。はい。コインケース、8,250 円、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、次。あ、これはエースス来てますけど。はい。ちょっとこれは。来てますけど、そんなんいいです。はい。言わなければいけませんね、これは。はい。XQQ なのに ITX です。ミニ ITX です。そうですね。この存在意義です。ね。はい。もう完全一言になってますね。はい。まあいいです。XQQ、つまり 5960X。とかが乗っちゃう。はい。ミニ ITX。なのに、はい、ミニ ITX。はい。メモリも2つしか刺さりません。存在意義です。すごいね。8コアの CPU をミニ ITX で使いたいという結構既得な方向け。そう。はい。すごいよね。はい。なんか久しぶりにこうアスロックがね、変態マザーを出してきたなっていう気持ちです。いいですね。そう。で、はい、まあ、今ちょっと上げてみてください。はい、はい、はい。ここ。フリーバンドル CPU クーラー。うん、これ、CPU クーラーを挿す、はい、あの、穴の位置がですね、あ、普通の XQQ と違ってですね、そうですね、ちゃいますね。いわゆるサーバー系の CPU クーラーをつけるような位置になっちゃってるんです。そうですね、普通ではないですね。そう、なので、これ、いわゆるリテールとか XQQ 対応の 201VC ですかね、はい、対応の CPU クーラー、使いません。そうですね、使わないですね、うん、これ。なので、はい、まあ、このついてるクーラーか、2011のサーバー用、サーバーボード向けのクーラーしか使えません。はい、それが高いんですよね。高いです。はい。でもこれは入ってます。ついてます。入ってます。はい。うん、なので、お財布にも優しい。うん、まあ、ぜひともこれでオレフル応募していただきたい。一体どういうマシンを組むのか想像もつかない。そうですね。うん、というとこでした。では見てみましょう。M.2 も使えるみたいですね、これ。そうですね。まあまあ、なので一通り必要なものは入ってます。USB も 3.1、まあ最新の規格もね、当然持っておりますので。はい、まあ、十分戦えるマザーなんですが。が。まあ、この性能をちっちゃくする意味があるのかっていうところですね。はい、お値段なんと。値段こちらです。38,660 円。うん。うん。いい値段だ。まあでも、XQQ で、はい、ちっちゃいマシンを組みたいっていう用途にはもうこれしかないわけです。これしかないです。はい。一択ですから。はい。ただまあそんな人がどれだけいるのかという。そうそう。はい。というところで。いや、絶対いる。はい。絶対。僕と、うちのセットアップのところにいるヒゲのじさん。はい。これはちっちゃいマシン大好きなんで。そうですね。なんて、そうそう。小さいマシンが好きなのに、レベル10をなんでそこまで押してるのか。わかんなかったんですけど。いや、あれを、だから魔改造して、あれに係数してしまう。はい、はい、ということで、はいはいはい、XQQITX スラッシュ AC 38,660 円、はい、はい、久々の変態マザーでした。ちょっと時間をしてるんでパカッといきます、はい、パカパカいきましょう。これはちょっとこっちに やりたいんで、はい、お願いします。どうぞ。スティールシリーズ、あー、これごくごく少数の、まあ、既得な方が今週見てくださった試験配信の時にね、はい、しれっと紹介をしましたが、これスティールシリーズのセントリー、はい、ゲーミングアイトラッカーというやつなんですけれども、はい、まあ、要はこれ、はい、こういうバーなんですけども、こいつをモニターの下にくっつけて操作すると、要は自分がどこを見ているのかっていうのが視覚化できる。そう、要は画面上に赤いこう丸みたいなのね、はい、自分の目線を追ってくれるっていう、はい、素晴らしいソフトウェア、ハードウェアです。ハードウェア、はい。で、これをですね、まあ、今回、うちでも当然入ってきましたけども、はい、展示でもやっております。すごい。体感できます。体感できます。で、当店では、バトルフィールドを、はい。はい、を、まあ、常時、立ち上げておりますので、まあ、それでどこを見ながら、狙っているのか。はい。狙っていると見せかけて、実は残弾気にしてるんじゃねえのか。はい。っていうのがすごいわかるようになっている。なるほど。ものですね。まあ、個人的にはこれでデッドアライブとかやりたいですね。こらこら、お前らどこ見てんだよ。なんか今日走るね。はい、っていうのが入ってきております、はい、こちら店頭で試していただけますので、イベントに来たついでにぜひちょっと地下のゲーミングコーナーの方で展示しておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。まあ、ストリックスゲーミングコーナーもありますしね。ええー、そうですね。別に何こら、はい、綺麗にストリックスゲームコーナーございます。はい、はい、なんだかんだ言いながらすごい作ってます。お、中山さん、いいゲーム持ってますね。じゃん。中山さん？あ、すいません。これ、先ほどちょっと。はい。
こちら、なんと、携帯ゲーム機です。そうね、ゲームウォッチじゃないんですよ、これ。なんと、カラーです。はい。100in1。はい。ちょっと押してるんで簡単に説明しますけども。5段階音量調節機能付き。はい。2.5 インチ大型液晶。はい。カラー、バックライト付き。はい。はい、単4電池3本が必要で。はい。100ゲーム入ってて。はい。ストラップ付いてて。はい。なんと、3色あって。はい。はい、黒、シルバーとクラシック、アイアンマンみたいな色ですけど、はい。この3色でお値段なんと、1580円。あ、こんなに安かったんだ。はい。安いよ。はい。まあ、ゲームもちゃんとフルカラーで。フルカラーな？フルカラー256かもしれませんが、こんな感じで、あるわけですね。バオーン。はい。こんな感じで、ゲーム入ってます。単4ネジ3本で動きます。1680円。はい。はい。すごいよね。これネットワークいらないもんね。そうね。そうね。なくてもできるもんね。そうね。そうね。はい。ということで、あの、某社、N山さんが、ね、必死になってプレイしてました、先ほど。早速ご購入いただきまして、電池と一緒に。なんか、海ちゃんこれ FPS だよとかわけわからんこと言う。確かにフロントパーソンシューティングで間違いないです。ということで、はい、ぜひぜひ、話の種に。はい。そうですね。あの、決してあの、お子様にやらせないでください。100個もあるとハマりすぎちゃう。いえ、ゲームが嫌いになると思います。あ、なるほど。はい。で、次がですね、これ久々の日本上陸でございます。はい、おい。ゲイル。ゲイル来ました。ゲイルです。はい。ゲイルのゲーミングブランド、エピックギアから、マウスが2種類入ってまいりました。これ左側の、向かって左側のメデューサ。メデューサ。のモデルなんです。これ以前ね、はい、あの、国内にちょろっと入ってきました。はい。すごい扱ってる店も少なかったです。はい。うちもやってましたが、そこまでやってなかったです。ええ。今回は、まあ、扱う代理店さんが変わりまして、はい。まあ、もうちょっと本格展開しようか、はい。というところで、はい、もうあの、今回は新たに、この前あったメデューサと、新たに、それに一個回のモデルですね。はい。ブレード。刃って書いてますね。っていう。はい。とりあえず先行して、この二つのモデルが、はい。入ってました。はい。エピック。叙情的ってやつですね。普通に。はい。あ、開けちゃいました。二つね。はい。こんな感じです。お、なんだ、こっち、結構ね、メデューサの方が光りそうです。うん、あの、ゴリゴリに光ります。ゴリゴリ。うん、あ、これは、なんだかセンサーの穴が？そうなんですよ。あの、ブレードの方はね、こういうよくあるタイプのゲーミングマウスですね。そうですね。ちょっとメデューサがですね、すごいですよね、これ。センサー二つあるんです。人の顔に見える。そう、これなんかアホの子みたいな顔に、はい、見えるんですけど。こんにちは。はい。これが、要はあの、レイザーと光学のハイブリッドなんですね。おーい。いいとこ取りしちゃいました。なるほど。ハイブリッドのメリット？ハイブリッドです。まあ、あの、使い方によると思います。安定性、あの、光学式の方がね、あの、M がすごい安定して動くっていう。うでね、はい、うん。でも、レーザーの方が自分の動きにすごい反応して、スピード出して、もう、きちっと動いてくれるっていうのがあるんで、まあ、その辺のいいとこを両方とも、うん、取り入れながらゲームができると。なるほど。うん、ハイブリッド。はい。さすがゲーミング担当ですね。ハイブリッド。監督。これで、はい、まあ、ちょっとね、あの、入ってきたばかりで僕もそんなにデータがなくてあれなんですけど、ブレードのこちらの方ですね、回のモデルなんですけど、はい、超軽いです。おお。この大きさの割に、わかりますかね、僕の手からするとこんなものです。どちらかといえば、かぶせ持ち、いわゆる持ち方をするような大きさのマウスなんですけども、これで 100g 切ってます。おお。じゃあ、長時間のゲームとかぴったりじゃないですか。そう、とか、あの、分回す系の FPS なんかでも全然疲れないです。なるほど。はい、非常に、まあ、今回あの、あ、光った。そうです。メデューサちょっと光らせてみました。エピックギア、叙情的な道具。メデューサ。光っておりますね。お、なんだ。デュアルセンサーが。これ、赤の方がこうやってね、二つちょっと見えてますけど、うん、レーザー。まあ、レーザーはあの可視光線ではないので見えないんですけど、うん。まあ、あの、カメラで撮るとちょっと見える。そうそう、違う。うん、すげえ。すげえ。なんで言いました。はい。ホイールも光ってますね。うん、
かっこいい。こちらが、本日発売になっておりました。はい。メデューサの方が、お値段が8480円。デュアル、ハイブリッド。ブレードの方が、5280円です。はい。刃の切っ先ぐらいに軽いと。はい。はい。です。ということで、はい。ちょっとマウス多いんで、パパッといきます。行きましょう。多いな。これはもう先週も紹介しました。はい。クーガーの。ですが、はい。300M。今日発売なんで、時期が来ました、ちゃんと。はい。クーガーらしいオレンジと、なぜその色にしたっていうイエローと。僕、イエロー好きですよ。これね、なんか僕と、はい、僕もそうですし、某、はい、某秋葉の、なんかお店の方がですね、はい、あの、なんかレモン石鹸みたい。レモン石鹸。レモン石鹸。海野さん今笑ったんで分かると思うんです。僕は分からなかったです。小学校にね、よくあるやつですよね。そんな色をしてます。おこんな、こんな感じです。おー、かわいいかわいい。この色のゲーミングデバイス、まあない。ないっすね。はい。選手の白色もなかなかでしたけども。そう。今週のレモン石鹸。この色はない。レモン石鹸色。そうなんです。はい。こちら、ね。実際のオレンジの普通のタイプですね。クーガー。これですね。はい。これね、あの、300、まあまあネットでは騒がれてますけど、すごい、なんか、と、某マスに似てますよね。似てますよね。ね。BCM なんたらかんだらね。37。38。マニアックすぎて、視聴者の方に伝わらない。いやいやいや、これはね、わかる人は絶対わかります、うん。っていうマウスが、まあ、これも本日発売ですね。はい。2色ありまして、はい、それぞれ7180円です。はーい。クーガーの 300M ゲーミングマウスです。イェイ。そして、で、ゲーミングマウスといえば、まあ、このメーカーです、今は。はい。ドン。レイザー、はい。タイパーン。レイザーなのに緑じゃない。また白色出ましたね。これ白じゃないんですよ。あれそうなんですか？これ、この前、先週紹介したのとは違うところとのコラボです、これ。あれエビルジェネシス。ジェネシスです。タイパンの。はい。これ、なんていう色になるんですかね。なんかシルバー的な部分ですか。紺色。紺色、あ、そう、紺色ですね。ちょっとブルーっぽい。これちょっと伝わりにくいですけども、紺色です。そうです。ちょっと紺色です。ダークナイトブルーじゃないですか。ダークナイトブルー。かっこいいな。かっこいいな。確かそんな名前です。フォロー入れちゃいましたね。なんで入れたんだろう。プロゲーマーのね、はい、チームとのコラボですね。はい、4人ドヤ顔で映っております。はい、性能自体はあの、はい、タイパンと同じです。はい、8200dpi の OG レーザーセンサー。そうですね。タイパン人気高いですからね。うん、9個。9個ボタンがついてて。はい。うん、マクロが組めて。うん。非常にあのレーザーらしい仕上がりには当然なっております。はい。でレーザーのロゴではなくて当然これですね。エベルジェネシス。なんかインターネットエクスプローラーみたいな。インターネットエクスプローラーコースエッジみたいな。はい。タイパンの限定モデル。はい。そしてお値段が。お値段がこちら、11,800円。タイパン。タイパン。まあ、あの、数量限定です。うちにもちょろっと入ってきてますが、はい、もうこれ二度と入ってきません。はい。なので、お急ぎください。はい。はい。はい。で、あおあおはい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 レイのケーブルレイのケーブルレイのケーブルそうちの社長じゃないよ言ってないよ言ってないよ誰も聞いてねえ、はい、PX レイっていう型番がすごい面白いですねほんまっすねPX レイ3そう PX レイ3はい3倍って書いてますね、はい、紐じゃないよレイの紐ではない。紐ではない。はい。またここもかぶせてくる。どんどん差し込んでいくな、はい、これ何に使うもんだと。はい。言うとですね、これがですね、ちょっとこれ開けられないんだよなっていう。要はいわゆる布のスリーブ状になっているケーブルで、はい。こっちが USB なんですよね。うん、はい。でも反対側なんか、見たことのないようなこういう。4つの、そうですね。謎の。ファンでもないですし。そう。謎の端子になってます、うん。はい。これ実はですね、マウスの交換用ケーブルなんですね。へぇー。要はマウス有線のゲーミングマウスとかで断線してしまったとか、まあそういった時にこいつで、付け替えることによって、まあ復活できる。はい。超ニッチですよ。ニッチです。なんで入れたんですかね。はい。
そうですね。まあ、それを入れるのがワンズであり、うん、はい、監督でありですね。はい。入れてしまう。しかもですね、この端子の形なので、はい。まあ、さっき海野さんちらっと言いましたが、必死に、うん。なんとか M37 とか、38。基本、これ専用です。だから、古いね、ね。ダーマポイントの。言っちゃった。ダーマポイントのゲーミングマウスの基本的には専用なんですけども、これはメーカーさんがですね、ここ。このメーカーさんが、はい、独自に、うん、独自に検証しまして、はい、さっきのこれ。これ。いけます。そらいけるやろ。いけます。あとはもう一個ふんわまさん。ふんわまさんね。ふんわまさん。の、ふんこ。ふんこ。ぼやかしたらあかんってことじゃないですか。っていうマウス。はい。あれもですね、ここの端子が微妙に違うんで、ハンダ付けしないといけないんですけど、使えます。使えちゃいます、ね。うん。はい。ただし、まあ、我々ではちょっと。そう、その辺はちょっと私たちとしてはどうしようも。はい、保証のしようもないですし。まあ、我々としては、ダーマポイントのマウスで使いますよ、と。はい。ね。持ってらっしゃる方多いですからね。うん、あれ結構名機ですから ね、うんうん。で、まあまあ、結構出てもう年月が経ってるので、うん、もう断線しちゃったとか、こうケーブルがね、劣化して硬くなっちゃって、使いづらいとか、うん。でもこのマウスは非常に持ちやすいから、長く使いたいっていう人には非常に、うん、いい商品が出てきてしまいました。うん、はい、こちら。レイのケーブル。PX レイ。フォントがね、これね。はい、そうですね。ね、どっかに出会いを求めるのは間違っているだろう。こちら1本入り。はい。だから紐って。と、3本入り。ちょっとお買い得。はい、1780。お買い得を求めるのは間違ってるだろうか。2種類。はい。入ってきております。はーい。ありがとうございます。いやー。あともういい？そうですね。僕はいいです。また来週。はい。以上で。以上にしていきましょう。ということで。ということで。はい。そしてこちら行きましょう。はい。今が狙い目、キャンペーン情報！お！お！はい。はい。はい、毎月12日はワンドチャンス、来月12日はワンドチャンスお買い得商品用意しておりますので、ぜひぜひご来店ください。そして、もう一回言っておきましょう。エイスス大人気マザーボードゴールデンウィークご購入キャンペーン !Z97 チップセット、搭載マザーボード対象製品が最大4000円キャッシュバック。そして H97 チップセット搭載マザーボード対象製品が500円から700円キャッシュバック。今がお買い得。そして、こちらの方が中身です。4000円キャッシュバックはマクシマス7フォーミュラ。そして1000円キャッシュバックは Z97 プロゲーマー。500円キャッシュバックが H97 プラスと、こちらの方お買い得になりますんで、マザーボード買うなら、ゴールデンウィンクがチャーンス。そして、他社さんになります。申し訳ありません。MSI マザーボードキャンペーン。4月21日から5月10日。はい。やります。こちらの製品、Z97A ゲーミングラインなど、2000引きとなります。こちらの方もお買い得になります。ゴールデンウィーク中にどうぞ。そして、まだごめんなさい。メインのカメラでお願いいたします。はい。まず、ごめんなさい。カメラがいけるかな？はい。じゃあ、お願いします。はい。ゴールデンウィークキャンペーン、ギガバイト GTX 900シリーズキャンペーンになっております。GForce GTX 980 3000円引き。そして、GTX 970が2000円引き。GTX 960シリーズが1000円引きとなっておりますので、こちらの方もお買い得になっておりますので、ぜひどうぞ。はい。そして、最後に、N 山さんから来ました。こちらからかな？はい。はい。エルザ2015ゴールデンウィークエルザキャンペーン。はい。これ、N 山さん言いますか？手疲れるから早く。あ、はい。GTX GD980 が3000円引きかな？オフ。はい。そして970がもう3000円。GD960 が2000円オフとお買い得。さらに、ローエンド。はい。はい。GD720。
パフォーマンスを必要としないならこのビデオカードということで、こちらの方もレジにて500円オフ。そちらの方がごめんなさい。5月31日までのキャンペーンで、こちらの G980 がゴールデンウィークのキャンペーン5月10日までとなってございます。エルザのグラフィックカードを買うなら、ゴールデンウィークがチャーンスということで、キャンペーン情報は以上になりまーす。はい。はい。ということで、はい、今日の放送は以上になりまーす。はい。本日はエイススの海田さん、ピーターさん、本当にありがとうございました。そして、視聴者様の方、もう大変申し訳ございませんでした。映像の乱れがございまして、申し訳ございませんでした。また、見ていただけると嬉しく思います。はい。ということで、今日はいかがだったでしょうか？さっきみんなが喋ってる間に、はい、ちょっと今日コメントで、はい、FF のベンチも見たいっていうコメントあったんで、はい、なるほどなるほど、こっそり回してました。あ、そうですね。実はこの放送中に、はい、その3way SLI でこう回ってたわけですね。で、まあちょっと結果だけ映せます？いけます？はい。では行きましょう。はい。おい。結果こちら。映ってるかな？あ、見えるね。はい。980の3way SLI で、18,574。非常に快適。はい。で、これ今、適当に回してこの結果なんですけれども、放送始まる前に実はもう一回試してたんですよ。はい、その時はもう19,500ぐらい行ってて、はい、もうちょっとで2万乗るなっていう雰囲気だったんですね。はい、で、ちょっと上の工房で話してたのが、CPU をちょっとこちょこちょってやったら、はい、2万乗っちゃうよねっていう結論に今言ってたんですよ。はい。ということで、はい。はい。快適に、ファイナルファンタジー、されるなら、快適っていうより、はい、タイタン X を凌駕する、はい、スコアを出しちゃってるなっていうところが、すごいな、思います。はい。つまり、オーバースペックでプレイしたいなら、ぜひこれを、どうぞということですね。はい。はい。やっぱ、オーバースペックじゃないと気が済まない方って多いですもんね。うん、ちなみに、このヘブンソードのファイナルファンタジーは、ダイレクト X11 になってます。はい。なので、前とは一味違います。うん、本当にね、すごいっすね、これ。はい。ね。うん、すごくあのコントラスト強めでいいベンチだと思います。はい、まあそんなこんなで今日すごくウルトラハイエンドな、はい、デモを出させていただきまして、まあちょっといろいろ放送事故がなかったら、事故って言っちゃった。放送トラブルがなかったら、もうちょっとね、いろいろ突っ込んだお話とかもできたかなと思うんですけれども、それはいかんせん申し訳ございません。私が来たらっていうことですいません。申し訳ございませんでした。ただ、今から一週間展示残しておりますし、はい、今週の土曜日、店頭イベントでもうちょっと、解説させていただければなって思っておりますので、せっかくまたとないチャンスですので、ぜひ、はい、売り場の方来ていただいて、ビデオカードのキャンペーンもやっております。ぜひこのゴールデンウィークにちょっと新しいゲーミングマシンご検討いただければと思っておる次第でございます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、今日、いろいろと、まあ、トラブルもありましたんですけれども、まあ、無事終わって。無事終わって。はい、あと、まあ、やはり、まあ、このようなベンチを回して、まあ、ビデオカードの必要性を改めて、そうですね。まあ、うん、皆さんに、まあ、その、意味付けられたんだよ、と、ではないかと思いますので。うんはい、でも、久しぶりっすよね。こんだけ勢いやって、ビデオカードが売れる。売れたのも久しぶりなので、ねうん、まあ、ロックスターゲームズの、さんのおかげですかね。まあ、なので、まあ、ゴールデンウィークはちょうどありますので、うん、まあ、ぜひゲームやるでしたら、まあ、ゴールデンウィークの期間中に、で、どうでしょうかっていうことで、まあ、ぜひ、でも、まあ、ワンズさんに来て、試してみて、同じこと言ってる。はい、はい。買っていただけたらと思います。はい。ということで、はい、ゴールデンウィーク中はぜひ、ワンズに来て、こちらを体感していただくの。そうですね。スリーウェイ、見る、ね、なかなか体験できないんですよね。そうですね。4K でスリーウェイ、ぜひ見てください。はい。はい、ということで、今日の放送は以上になります。はい、では、海野さん、ピーターさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。では、また来週もまた見てワンズバイバーイ、バイバイ、バイバイ来週は未定です。あ、そうなんですね。セントリーやりたいなぁ。あー、例のゲーマーに来ていただけると。いやいやいや。え、来ていただく。あ、来ていただこうか。おう。ちょっと、今、アポ取りませんか。デッドアライブやりませんか。だから、そこそれはい。某ゲーマー、N山さん。N山さん。まあ、ゴールデンウィーク期間中っていうのもありますよね。だって、毎晩お子さんとなんか、すごく腕自慢をされてるっていう噂の N 山さん。あれ、なんかゲームなんか立ち上がってますけど、これどういう。
え、あ、見せていただいてる。うん、はい、うん。クラシックバージョン。はい。1580円。3ゲームス。いや、ハンドレッドゲームス。買ってください。やたら押すよね、それ。僕が責任で入れてるんで。売れなかったら常がね、怒られる。はい。N 山さんは、ゲーマーの N 山さんは、すごく楽しんでいらっしゃいました。うん、はい。ということで、また来週。バイバイ。バイバイ。